はい、それでは今回は Google Chrome のダウンロード方法と、あとは、まあ、Google のアカウントの確認ですね、Google のアカウントの確認もしくはログインということについて、話していきます。それではまず Google Chrome ダウンロードしてください。で、Google Chrome のダウンロードはですね、まあ簡単です。Google Chrome と、まあ、Google か Yahoo で、どちらでもいいので検索していただくて、Google Chrome で検索すると、まあ、こういうような、まあ、Google ダウンロード、Chrome をダウンロードというのが出てきますので、でまあ、こちらを押していただいて、まあ、インストールを押していただくと。はい、そうしますとですね、ダウンロードが始まっていきます。で、ダウンロードが終わったら、まあ、大体こういう風になりますので、これをこういう風にここに入れていただくというような感じになります。で、今回僕は Mac ですので、Mac の方法ですが、まあ、基本的には Windows も変わりません。ちょっとだけ方法は変わりますけども、まあ、要は Google Chrome というこのアプリをですね、こうパソコンの中にインストールしていただきたいというようなことです。で、Yahoo を今までずっと使っていた方も、まあ、これを機に Google Chrome を使いこなすというようなことをしていただきたいので、ぜひ Google Chrome をダウンロードしてください。はい。それでですね、まあ、なんで最初に Google Chrome をダウンロードするかというと、まあ、Google 内にある Google スプレッドシートというのをフルに活用していきますので、基本的には、まあ、メモ、これをすごく面倒くさくてやりたくないという方もいらっしゃるかもしれませんけども、まあ、それでもできることはできますけども、基本的には使っていただいた方が、まあ、効率よくできるということです。で、まあ、ビジネスにおいて効率を上げるということは利益も上がるということなので、ぜひやってみてください。で、これですね、Google Chrome をダウンロードした次は、Google のスプレッドシートというものを作っていきます。あ、次はですねスプレッドシートではなくて Google のログインですね。 Google ログイン、 Google ログインって入れると、まあ、Google アカウントっていうのが出てきて、まあ、こういうような画面になると思います。で、このような画面になったら Google アカウントある人はもともと持っている人はここに入れてもらってログインしてもらうと。で、次アカウント作成、持っていない方は一からアカウントを作ってください。まあ、アカウント方法は簡単です。ここにですねこういうふうに、名前を入れてもらって、まあどんどん、まあこう適当でいいですね。まあ、次は、まあ、生年月日、では、僕はこれ。まあ、ここロボットでないとチェックして、まあこれで、こういうふうに、ここが間違ってますね。これは同じものを使っている人がいるということで、ダメになってしまいましたので、新しく、これもダメですね。それぐらい、これ候補とかありますので、この候補をこうやったりとかしましょう。
はい、でこういうふうにやると、もうすぐこういうふうにですね、Google のアカウントできますので、Google のアカウントできたら、これで完了になります。で、これで開始するんですね。はい、これで、Google のアカウントができました。で、Google のアカウントですね、Google アカウントに登録すると、基本的に Google と、Google プラスという、ブログとかにも勝手に登録はされますけども、その辺は、今は全然設定とか、しなくていいです。この辺もですね、とりあえずは、設定しなくて大丈夫なので、このまま進めていきます。それでは、次はですね、Google スプレッドシート、商品管理したりとかですね、そういうふうな管理方法を、この Google のブラウザを使って、管理していく方法っていうのを動画で撮っていきます。それでは今回はありがとうございました。